はい、皆さんこんばんは。今日は、住み落としについて話してみようかなと思います。まあ、住み落としって合気道の技なんですけども、あとですね、柔道のね、三船十段が編み出したいわゆる空気投げと呼ばれる技も一つ住み落としと呼ばれてますね。まあ、空気投げって呼ばれるのは、墨落としと浮き落としっていうのがあって、まあ、ほとんど前に投げるか後ろに投げるかの差なんですけども、実はこの技が一体になってるっていうのもありまして、まあ、それについておいおい説明していく上で、同じ、なんでこの技が一体かっていうのも説明できると思います。で、墨落としね、柔道だと神業みたいに扱われてますけど、まあ、合気道では、結構一般的というか、ベーシックな技の一つではあります。まあ、三船十段みたいに派手に空気ポーンと投げるわけではないんですが、そもそも墨落としの墨って何っていう話になってくると思うんですよね。これもまあ一応明確な場所があるんですよ、ちゃんと。で、その説明をしてみようかなと思ってます。まあ、他の、流派の皆さんがどういうふうな説明をしているのかはちょっとまあわからないんですけども、逆に言うと皆さん墨落としの墨に対する明確な定義がちゃんとあるのかなっていうふうに思います。まあ、ちょっと動画でこっちでちょっと流しておきますけども、墨落としの技、墨落としの墨っていうのは、立った時に、まあ、これが足だとすると、こう立った時に、まあ、例えば半身で構えるとするじゃないですか。こうやってこの半身で構えた時のこう足と足がこう足のラインの平行が交わるスポットがあるんですけども、ここを隅と僕らは呼んでます。このスポット、このここを隅と呼んでます。で、ここがまあ相手の立ってる人間に対しての中心で、ここのスポットが一番バランス取るのに弱いスポットなんですよね。そこの方向に重心が向かっていくと、本当重心が一瞬で崩れて体勢が立て直せないっていう、そういうスポットなんですよ。で、そこのスポットの見つけるスポット、いわゆる隅と呼ばれるスポットを見つける指針としては、この足のこう足のラインが交錯する、このスポットに重心がプッと後ろに行くと、もうすぐに重心が崩れるんですよね。で、戻るのに一番時間がかかる、一番要は不安定なスポットで、ここの隅をに対重心を落とすっていうことで、隅落としっていうふうに呼んでます。もちろん、半身っていうのはね、かなり本当に安定してますので、前方向でも横方向からでも後ろからでも、一番どの方向から攻められても一番安定しやすいスポット、安定するスポット、立ち方ではあるんですけども、やっぱりどんな立ち方でも完璧じゃなくて、そこにどうしても弱いスポットが出てくるって、その弱いスポットがその隅と呼ばれるスポットで、足の交差する後ろのスポットっていうのが、重心がそこに行くと倒れやすいって。で、技かけるときにそこを、ここに重心がスッて動くようにして崩して投げる。まあ、合気道の場合ですと、そのまま引き倒して、肘を押すことで、こう投げたり、そのまま倒したりっていう、いろんな技をやっていってます。で、この隅ってのはですね、前にもあるんですよ。こう、当然かかとが、こう、こっちに行く、このスポット。で、このライン、一直線上に反対側に行って、この足の部分で今度90度にして、このこっち側の前のに交差する部分も、同じように前にも弱いんですよ。この2点、この、まあ、2点を結ぶ一直線のライン、そしてそこの方向に、行くときが、体重が、重心がそこに動くときが一番不安定になる。この方向に動くときが不安定になるので、前にも、墨っていうのがあるんです。まあ、墨落としをかける場合、技としてかける場合は、大抵後ろの方にあるんですけども、後ろの方は体勢通り、体勢立て直しにくくて、前は比較的簡単に体勢立て直しやすいので、足の構造上こうなってますからね、こうなってますから、前に組むにはいいんですが、後ろは踏ん張るのがないので、倒れやすいんですけど、まあ、そういった理由で前はあんまりない。でも、まあ、いろんな技は、例えば手法投げでバッて崩したりとか、いろんな技で崩すときに、ただ漠然と引っ張るのではなくて、技を相手を崩すときに、重心がその前か後ろの隅の方向に動くような、ずれていくような形で崩すと、より一層、よりよく崩れます。ですから、その、崩しなんかやるときなんかにも、技を、こう、その隅落としのスポットを意識するといいですね。
あと小手返しなんかでパッてかけるときもただ漠然と関節決めるだけじゃなくて重心がその方向に落ちていくような形で崩すとそれはそれでとても崩しやすいです。しなげやすいです。でこれで最初に持ってくる墨落としと浮き落とし、いわゆる柔道の方の空気投げなんですけども、墨落としのねあれもやっぱこう横に投げてるように見えますけども、よく見るとやっぱりその重心をまず前最初にこう弱い方向に崩して、そうすると崩れますから戻る時に戻りながら もっと弱い後ろの方向にこういう形で重心を隅の方に落としていく。そうするとやっぱり対応しきれなくて前に対応している瞬間に戻されるので、対応は前になっているからこう引っ張られて後ろに飛んでいくっていう、そういう形で墨落としもできます。できますというかやってるんじゃないかなと思います。僕は柔道やってるわけじゃないんですが、客観的に合気道の墨落としの側面とその墨っていうものがそことそこで弱いっていうこの2つの側面を見た場合にそこに攻めていくっていう、そうじゃないかなと思います。出すから墨落としって言ってるんだと思うんですよね。その一番弱いスポットにパンって倒すから。浮き落としは逆に同じ、さっき言いましたけど前に回りますから、今度前に攻めてから後ろに持ってくる、後ろの隅に攻めてから前の隅落としの方に持ってくるのを浮き落としの方になるんじゃないかなと思ってます。ですからこのいわゆるどっちも合わせて空気投げって呼ばれてますけど、この空気投げなんかのスポットもかけ方も前の隅から後ろに戻すか、後ろの隅に押してから前に持ってき倒すかっていう、こういうのができてるんじゃないかなと思います。もしなんかね、柔道で空気投げ、墨落とし、浮き落としをなんかちょっと再現してみようと思うんであれば、そういう人間の弱いスポット、重心が弱いスポットを狙ってかけるともしかするとうまくいくんじゃないかなと思います。ちなみに柔道の墨落としに合気の要素はなくて、そういった重心移動と巧みな相手のバランスの崩しタイミングでできる技だと思ってますので、そういう相手的な要素、相手っぽく見えますけど相手はなくても十分できる技じゃないかなと思います。逆に相手使うと変なことになっちゃうんじゃないかなと思いますけども、ですからね、その墨落としといった時にね、具体的にそういうスポットをちゃんと狙ってる、ただこう引っ張って押すだけじゃないっていうのをなんかちゃんと理解してもらってやってもらえるといいんじゃないかなと思います。あくまでうちの合気道の話なんですけど、うちの合気道ではこう言ってますよ。その先生方はどういうふうな墨落としの墨の説明をしているのかなって思いますけども、いろいろ他でも活かせるので、別に合気道だけじゃなくて柔道でもレスリングでもそういう技のある技でも何でもフィジカルコンタクトがあるものはみんな活かせるんじゃないかなと思いますので、ちょっと活かしてみてください。